エドワード・ミルズ・パーセルはアメリカ人の物理学者で1946年に液体中、固体中での核磁気共鳴を単独で発見した功績により1952年度のノーベル物理学賞を受賞した。核磁気共鳴は純物質や化合物の分子の構造を調べるのに広く用いられている。彼はまたライフアトロー・レイノルズ・ナンバーという有名な講演を行った。 生物学者としても知られている。彼はイリノイ州テイラービルで生まれ育ち、バドュー大学で電子工学の学士号をハーバード大学で物理学の修士号と博士号を取得した。1941年から1946年にはマサチューセッツ工科大学でマイクロハレーダーの開発を指導した。1946年にハーバード大学に戻り、 1949年には物理学科の教授に就任した。1945年12月、彼は同僚のパウンド、鳥居と共に核磁気共鳴を発明した。NMR によって化学物質の構造や性質が正確にわかるようになり、物理学や化学の分野で盛んに使われた。 また20世紀で最も重要な医学上の進歩の一つである核磁気共鳴画像法の基礎にもなった。彼は天文学の分野でも宇宙の中性水素原子から放射される 21cm 線を銀河系の過剰腕の中で初めて観測するという業績を挙げている。この発見は電波天文学の確率につながり 21cm 線の観測は 現代の天文学でも重要な技術となっている。また、個体物理学の分野でも、スピンエコー緩和や核実緩和、そして、レーザー技術の発展に、重要なフスピン温度などの研究を行っている。ノーマン・ラムゼーともに、彼は素粒子物理学における CP 対象性の破れの問題に、初めて回答を与えている。パーセルの科学的、教育的、 市民的活動に対して様々な賞が与えられている。彼は、ドワイト・ D ・アイゼンハワー、ジョン・ F ・ケネディ、リンドン・ジョンソン各アメリカ合衆国大統領の科学顧問を務めた。また、アメリカ物理学会の会長及び、アメリカ哲学学会、全米科学アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミーの会員にもなっている。NMR の発明に対して、彼は、 スタンフォード大学のフェリックス・ブロッホと共に1952年度のノーベル物理学賞を受賞した。1967年にはエルステッドメダル、1979年にはアメリカ国家科学賞、1984年には生物物理学賞、1988年にはベアトリス・ティンズリー賞をそれぞれ受賞。 1989年を王立協会外国人会員選出。パーセルは1965年にエレクトリシティマグネティズムという本を執筆した。この本はパーセルの教師としての能力をよく示し、大学の物理学科の電磁気学の入門書として広く使われている。ありがとうございます。